実業家の堀江門こと、堀江貴文氏が17日、自身の XQ ツイッターを更新。令和新選組の山本太郎代表が掲げる消費税廃止について、異論を展開した。堀江氏は、山本氏の主張に、違和感示す X ユーザーの投稿を引用した上で、相変わらず山本太郎がトンチンカンなこと言ってるので、間接税の歴史調べてみたわ、と切り出した。 堀江氏は基本的に高度経済成長でシャウプ韓国の所得税中心の課税方針からサラリーマンの重税負担感を是正するために直感比率の見直しと価値観の変化で物品税の贅沢品かどうかの判断が難しくなったりモノ消費からこと消費への転換が進み物品だけでなくサービスにも課税するという意味で平等な消費税が導入されたわけだ。 導入直後は3%だったので家計の間接税負担率はさほどアップしてないいきなり直感比率をドラスティックに見直すとハレーションが起こるから順次引き上げていってるちゃんとしてるんだけどなんで太郎とその仲間は反対するんだろうと持論を綴ったさらに堀江氏は年金受給世代にきちんと課税するためには消費税に代表される 間接税しかないと思うんだが山本太郎とその仲間たちはシルバー民主主義を推進する立場なんだろうかと連続投稿した山本氏はかねて消費税の税収のうちの多くは社会保障ではなく大企業減税の穴埋めに使われていると訴えている衆院選27日投開票を前に与野党旧党党首が出演したテレビ討論でも 山本氏は消費税を誇示する与党側に対して経済恩痴と指摘していた堀江氏の投稿に対しフォロワーからはサラリーマンからしたらサラリーマンの負担を何とかしてほしいですこれから高齢者になる人たちにも貧困層は増えていくどうしたらよいのだろうといった声に加え対談してほしいと同世代2歳違いの著名人である山本氏との 絶を期待する声もあった以下はネット上の意見をまとめたものです現行の消費税もいろいろ問題があるけど取り立てる金額の問題より集めたお金の使い方があまりに下手だと思う諸外国の中には日本と同じ程度の税金や社会保険料の徴収で日本よりずっと豊かな生活ができている結果として国民の貯蓄は減り お金が動く。日本は老後が心配で貯蓄に走る税については体系そのものを簡略化すべきですあまりに複雑で多岐にわたっていて専門家でなければ全体像がわからない国民は複雑でわからないからいつの間にか決まった増税に後で気づく消費税を増税すると数字でわかりやすいから反対の声が出しやすい 税については、誰が見てもわかりやすいシンプルな体系に変えるべき。消費税の導入するしないは、景気に対して良い影響があるかないかで決めるべきであり、直感比率を是正して、デフレになってりる痩せはない。日本は何も考えずに提案に従ったが、その結果30年間もデフレになり、実質賃金は下がりっぱなし。日本に限っては、 消費税は導入すべきではなかったという結論にしかならないと思います。現役世代の負担を軽くするためにも、もらい、特世代にどう負担させるかを考えるべき。ただでさえ働き手が少なくなってきている世の中で、働き手だけに負担を強いる社会保険料は持続可能性の点で構造的に無理がある。そんな世の中で、 山本太郎の消費税ゼロ案は何の解決策にもならないむしろ消費税ゼロにして大企業に増税したところでそのしわ寄せは社員と下請けに回るだけそして消費税を最も払っているのは事業主である高所得者消費税ゼロで一番得をするのか誰なのか考えると贅沢品に金を使っている高所得者 そして一番損をするのがしわ寄せをこむる現役世代。物品だけでなくサービスにも課税するという意味で平等な消費税が導入されたわけだ。税率が同じだと平等な税なのかな。料理やご新種の消費税とクラブの高級シャンパンが同じ税率。仕事で使う K-1 とアルファード特別使用車が同じ税率。 地方都市の50平米で購入した住宅と六本木のオークションの税率個人的には物品税の方が球団を買収しようとする金持ちから多く取れお金が循環するように思う消費税導入から 3%5%8%10% と上げてきてその間社会が良くなっていないのは確かだよねもちろん消費税だけが原因で社会が悪化している わけではないんだけど、難しい理屈は抜きにして、うまくいってないなら一回変えてみるってのは必要だと思うけどね。廃止するなり税率を下げてみて、ダメなら戻すでいいと思うけどね。堀江門よりも山本氏の方が、よほど日本のことを真剣に考えているように感じる。消費税は、所得の再分配の概念からは、ほど遠い税制。また、 生活必需品にも課税され、日常生活に多大な影響が出るそうも。消費税は全廃とまではいかないまでも、生活必需品をしっかりと定め、それにかかる税率は下げるべきと思う。消費税が段階的に上がっても家庭に打撃が出ないのは、総じて給料が上がった場合の話であって、社会的に国民が受け取る給金が同じまま、税だけが上がっていけば、 当然生活は少しずつ圧迫される。当たり前の簡単な引き算日本人は特に消費に敏感ですぐに財布の紐が固くなる税が上がってなければギリギリ10万のエアコンを買えたのに上がったせいで予算オーバーとなり6万のエアコンにグレードダウンする4万が社会に流れ出ないことになる お金の流動性を失わせる一端を担っていることは確かでしょうに、何のために消費税を導入し、目的通りの結果が出たのかこれに尽きるところでしょうね。自分も昔消費税が導入されるときに、マスコミがルフしてた税率は一律でも、庶民より富裕層は、購入額が高いから当然納税額も高くなるので、不公平ではないというのをうのみにしていた。 今になって経済を少しかじり出したらその理屈が間違いと気付いた納税額についてはその通りかもしれないが収入における納税額の割合が庶民の方が圧倒的に高くなるのが消費税つまり庶民を苦しめ富裕層にメリットがあるのが消費税経済を回す大多数の庶民が使うお金を税額分減らすから消費税を導入してから ずっと景堀が悪門の,のような富裕層は法人税を下げさせた大企業と同じ得する側なので事実を認めることはないだろうね消費税導入時に当時の自民党大蔵省主税局が主張した内容通り物品税についてはテニスラケットが非課税でゴルフクラブに課税するのは不公平など一見わかりやすい事例で批判を 展開していましたが、個別課税は手間がかかりすぎる、投げ網をかけるようにごっそり課税できるには、消費税が最適というのが本音。おかげで、日本の税制の所得分配機能は大きく後退、生活困窮者に厳しい内容となったことを、ご存じないようですね。今の軽減税率8%と10%についても仕事で契約業務をするときに、 たままにに判断に迷うケースがあります。研究施設なので試薬を購入することが多いが同じ試薬でも研究用のものは10%ですが食品添加物食品だと軽減税率8%として処理します。業者ですら見積もりは一律10%で出してきてその後業者の経理担当から8%の指摘を受けて変更処理することがたまにあります。 消費税廃止というのは安しですがその失った分の税収をどこから賄うのか具体的なビジョンが示す義務があります何よりも消費税の徴収過程における諸手続きが膨大な無駄を生み出しているそういうくだらない計算や諸手続きそのためのインフラ整備そういう金と財と人力をより生産的なコンテンツや社会インフラに向ける ことによって経済回復を図ることができると強く感じる。